聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーションはい今日はですね、えー、聖書の言葉を最初に読まないでメッセージが進んでいく順番に読みたいと思いますで今日のタイトルは「聖書が教える逆転の発想」 もう一度言います。聖書が教える逆転の発想というタイトルでお話をいたします。えー、先ほどアナウンしましたように、ハーベストフォーラム東京のマタイの福音書の公開メッセージが30回で完了しました。そして今週から創世記の公開メッセージに入りました。創世記はどれぐらいの期間かかるかわからない。 神のみぞ知る。おそらく2年ぐらいはかかるでしょう。第1回目のメッセージ。創世記、一章の一節からどこまで行ったと思いますか創世記は一章の一節で終わりです。1回目は。おそらく来週は一章の2節で終わると思います。でも、朗読 担当者には一章の一節から五節まで読んでいただきましたなぜかというと遠いところを奉仕のために来ていて初めに神が天と地を創造した終わりますじゃあ気の毒だなと思って一生の一節から五節までお読みいただいたわけです創世記は非常に内容のある書ですですから重要だと思う概念 事件、あるいは進学的な内容、そこに来た時には、とどまって、しっかり時間をかけてお話をしようと思っています。創世記から新約聖書に飛んで、行ったり来たりしながら、聖書の世界を旅しようとしてるんです。私がその案内役をさせていただこうと思います。ですから、2年間、およそかかるというふうに私は今、大体計算してるんです。 月例会では、ここですね。大阪の月例会は月に1回です。大阪の月例会で、東京の定例会のようなメッセージをしてますと、創世記をカバーするのに10年かかります。そうすると、この中の何割かは天に、<laughs> 召されます。私が先かもしれません。 ですから、この大阪の月例会では一回一回勝負をしたいと思います。勝負ってなんか別に私とあなたが敵という意味じゃないんだよ。しかも内容はできるだけテーマを取り上げたメッセージを語りたいなと思ってるんです。東京のメッセージは非常に緻密です。大阪はもう少しゆったりと聞けるテーマメッセージを話をしたいと思っています。 別に大阪の方の知的レベルを疑ってるわけではありません。ご安心ください。で、いわばより実践的なメッセージを大阪ではしましょうということですね。で、今月は最近私がいろんなところ動き、また奉仕をしていく中で経験したこと、教えられたことを皆さんと 分かち合いたいなと思いますで。最初にどういうポイントで話をするかということを言いますが、第一番目が最近放送されたクリスチャンワールドニュースの中のあるテーマについて取り上げます。二つ目は今回の米国での奉仕を通して体験したことをお話をします。三つ目はアメリカから帰った翌日 早稲田大学にきまして昔 NHK の英語会話を担当しておられた東郷克明先生にインタビューをしてそれをビデオに撮りましたですからその時に体験したことをお話をいたしますこれらが全部実は逆転の発想につながっているということで共通した要因があるわけですそれを皆さんに感じ取っていただきたいと思います 今日このメッセージを語ろうと思った理由は何かというと聖書が教える逆転の発想というのはこの世の価値観とはかけ離れてるんですいわばこの世の人たちから見ると愚かなことなんですけれどもしかしそれは実は私たち自身に祝福をもたらす発想だということですもっと言うならば今日お話をする逆転の発想というのは 自己中心的な生き方とは全く対立する別の生き方のことです。それが聖書が教える逆転の発想です。特にこの間の日曜日に秋葉原で、東京の秋葉原で大変な事件が起こりましたね。あれは日本の犯罪史上に残る事件でしょう。そしておそらく後になって振り返ったらあれをターニングポイントとして 日本の犯罪史が違った事件に入った、欧米で起こるような出来事が起こる事件に入ったというような評価が出てくるぐらいの衝撃的な事件です。単に、あれ、7名が亡くなられたんですか ?7 人を殺し、そして何人かの方を傷つけたという出来事にとどまらずに、それ以降与えていく影響というのは 計り知れないものがあります。この言い難い闇、言い難い虚しさ、これが今日本を覆おうとしている。これは一体何,何なんでしょうか実は、あの人は、あの青年はですね、静岡県裾野市に住んでいる。私の町なんです。私の息子の友人が関東自動車彼が派遣社員と言っていたと同じ会社で、 友達同士なんです。だから私の息子の友達の友達なんです。秋葉原に出かける前、その日の朝、その友人のところに挨拶に来て、東の方に逃げるよと言って、トラックに乗って秋葉原に行ったそうです。ですから私にとっては、何とも言えないショッキングな衝撃的な事件です。今、日本はそういう時代に突入してしまった。 希望がないその希望がないという格差これは今の日本を覆っている最大の格差ですある人は経済格差を問題にします教育の格差を問題にしますけれども根本的に問題なのは何かというと希望格差です希望があるかどうかそれで私は 聖書が教える逆転の発想を取り上げて皆さんとご一緒に個人として社会としてどういう方向を目指して生きていくべきかということをもう一度考えたいと思います今日のメッセージは非常に聞きやすいと思いますなぜかというとまず聖句を読んでその聖句を実際に実践したらどうなるかという実話に入っていきますからとても聞きやすいと思います その聖句と実話の関係は音楽に例えれば譜面と実際の演奏との関係です。今日は両高瀬が日本語の訳は何だっけ ?people need, need the lord 人々は私たちは神様を必要としていますという曲だよね。日本語では何て言うんですか人は皆求めているね。人は皆求めている。うん。 まあ、皆さん楽譜読めますちょっと楽譜読めるっていう人手を挙げて。おお。はい。じゃあ、楽譜読んで、読んだ通りに歌ったら演奏できるっていう人手を挙げて。はい。心もとない。で、結局、今楽譜読めるって言った人は、 聖書が教えているこういう逆転の発想は私は読んで理解しているという人ですよ。それから演奏できる手を挙げた人は理解した通りに私は生きることができるあるいは生きているという人ですよ。ですから今日はまず聖書が教える教えこれを譜面のごとくに皆さんに理解していただきます。二つ目はそれを演奏したらどういう音楽になるのかというのを聞いていただこうと思います。そして 今日ここを立ち上がっていくときには、私も演奏者になろう。これ比喩的に言ってんだよ。バイオリンがしたから勉強しようって言うんじゃない比喩的に言って私も演奏者として生きていこう。そういう人が一人でも二人でも増えることを願って話をしていきたいと思います。OK ですか東京ではね、ここでね、何て言うかってね。 Are you ready? って言うんですね。やってみましょうかね。Are you ready?Okay? じゃあ行きましょう。聖書が教える3つの逆転の発想、第1番目では、聖句を前に出していただきましょう。使徒の働きの20章、35節です。ご一緒にお読みしましょう。はい。このように、ロークして弱いものを助けなければならないこと。また、主イエスご自身が 受けるよりも与える方が幸いであると言われた見言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。ここでパウロがエペソのクリスチャンたちにこのことを語ってるんですね。エペソの長老たちに語ってるんですが、パウロは自分の言葉ではなくて、主イエスご自身が語られた言葉としてこれを言っています。鍵括弧の中だけもう一度読みましょうね。 はい。受けるよりも与える方が幸いです。もう一度。受けるよりも与える方が幸いである。信じますかこの間のハーベスタイムで取り上げたクリスチャンワールドニュースの中で、与える祝福という記事がありました。その与える祝福という記事は、アメリカのアーサー・ブルックスという、この人は、 セミナーの講師であり、また、大学やさまざまな場所で教えてらっしゃる先生ですけれども、彼が書いた本が非常にアメリカに衝撃を与えたんです。一冊目が英語では、Who really cares? あの、他の人に配慮して生きているのは誰なのか、本当は誰なのかという本です。ね。隣人のことを配慮する人は本当は誰なのか 二つ目は、英語で gross national happiness。あの、国民総生産って言葉あるでしょあれをもじって gross national happiness。国民総幸福。つまりアメリカという国はどういうふうになれば幸福な国になるのかという二冊目の本も書いてます。今紹介するのは一冊目の本の内容です。アメリカでは通常ね、政治的に 保守的な層と、それからリベラル、革新的な層とに分けるのが伝統的な考え方です。政党で言うと、保守的なのはどっちですか共和党で、そしてリベラルは民主党なんです、伝統的にはね。一般的な考え方は、皆さんにも質問しますが、政治的に保守的な人と、政治的にリベラルな人と、 どっちがたくさん献金をすると思いますあるいは寄付をすると思います事前事業に、事前団体に。保守的な人だと思う人手を挙げて。リベラルだと思う人手を挙げて。アメリカではね、圧倒的にリベラルが献金をするんだ、寄付をするんだと思われていたの。こういう調査した人いない今まで。 ところが結果はね、全く逆だったんです。保守的な人の方がたくさん献金をしたり寄付をしたりする。で、この先生は最初データ集め始めて逆の結果が出たんで、俺は間違ったんだと思って、もっとたくさんデータを集めなきゃいけないって言うんで、もっと集めたらやっぱり結果が同じだったんで、自分の考えを変えたって言うんですね。例えば、2000年のデータを取ると、保守的な人はリベラルの人よりも、 30%多く平均ね、献金を下げてる。寄付を下げてる。しかも平均年収から言うと保守的な人の方が少ないんです。平均年収が少ない人の方が3割多く献金をしてるんです。献金だけじゃないんです。献血。2002年のデータを見ると、献血も保守的な人の方が 実行する率が高い。もし、政治的にリベラルな人が保守層と同じぐらい献血したら、アメリカの総献血量は45%アップになって十分に足りるそうです。ボランティア活動で時間とエネルギーを下げるのは52%の差があります。保守的な人の方がよくやるんです。 えー、もう一つの比較があります。信仰的な人と信仰のない人の対比です。信仰的な人と信仰のない人の対比です。どっちがたくさん下げると思う信仰がある人の方がたくさん下げると思う人を手を挙げて。信仰のない人の方がたくさん下げると。はい。これは決定的に信仰のある人が下げる。 どれぐらい違うかというと38%違う。それから信仰的な家庭は信仰のない家庭よりは3.5倍慈善団体に下げる。で、このアーサー・ブルックスという先生はこう言ってますね。もしアメリカを、アメリカ社会をね、よく捧げる人とあまり捧げない人とに2つに区分したとする。そうするとアメリカの国が 二つできたとするとどういう国ができるかというと信仰を持っている人の国と信仰を持ってない人の国になるというぐらいに違いが明快だそうです。もっとも私がびっくりしたのは実は次の項目ですね。それは事前事業のためにより多く捧げている人にあなたは幸せですかと聞くと 43%も多い人たちが幸せだと答えてるんです。あなたは健康ですかと答えると、あ聞くと25%多い人が私は健康ですと答えるんです。献金をしたり、寄付をしたりする人たちが。あのクリスチャンワールドニュースでインタビューをしてましたけども、あの、チャリティーに献金をした人に、 どうですかって幸せですかと、oh, I feel so good って言ってましたね。もう心がね、本当に気持ちいいよって、あの、喜びに満たされてるという言い方をしていましたね。だから、ここで、受けるよりは与える方が幸いです。幸いだという言葉は、単に、単にね、神様の目から見て幸いだというだけじゃなくて、現実的に、 自分の心の中の状態、あるいは自分の健康、あるいは自分の生き方全般に関して、その人たちはより活力に満ちた状態になってくるということ。これが、今の時代の自分で物事を全部所有しようとする態度とは、かけ離れたところで幸せの道が開かれるということ。これが一つの逆転の発想です。 私はあの、最初にワールドニュースの素材を見て、これを番組に取り上げようとしたときに相当ね、衝撃を感じました。そしてすごく納得することができました。さあ、二つ目ですが、二つ目は、マタイの福音書の20章の25から28です。はい、これもご一緒に読みましょうか。20章の25からですね。はい。 どうぞ。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、違法人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは、 あなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが使えられるためではなく、帰って使えるためであり、また多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。はい、そこまでしましょう。ここはね、ここは一般の人たちは使えるよりは使えられたいんです。しかしイエス様は、 使えられるよりは使える人になりなさい。あなた方の中で偉くなりたいと思う人は使える人になりなさい。これがイエスの弟子訓練の中心的なメッセージですよ。私たちはどういう気持ちで神様に、また人々にお仕えしているでしょうか。まあ、サービス業という言葉がありますね。サービス業。人々に奉仕をする。 人々に使える仕事、サービス業と言いますね。クリスチャンは、本当はサービス業のプロでなければなりません。でも、教会見てると、サービス業のプロは、牧師と、あと2、3名の信徒リーダー、役員だけ。あとは全部サービスを受けるために教会に来てる。これは日本の教会の正直なところ、現状かもしれないね。だから、何々してくれない。 うちの教会では何々してもらえないそういう不満が出てくるわけですね。でもクリスチャンというのはサービス業のプロであって私たちは使えるために召されている。そしてさっきの逆転の発想で受けるよりは与える方が幸せだということはここでも言えるわけですね。使えられるよりは使える方が喜びがあるんだということがわかります。 なぜこのこのとを言うかってです、ね、今回アメリカに行ってきてもうこのレッスンを徹底的に私は神様から教えられたんです今回の渡米の目的は成長セミナーという講座を3日間開くためです成長セミナーっていうのは今から20年ぐらい前に作られたセミナーで すでに通信講座でいろんな方がやっておられます。もうね、正確な数わかんないですけど、終了書が出てる数だけでも2000名以上になってます。しかしね、20年前ですから、聖書の真理は変わらないんだけど、令和が古いの。例えばね、小錦なんて出てくる。今笑った方はね、全員50歳以上の方ですよ。小錦を知ってるなんてのは。で、今の人聞いてもわかんないわけ、小錦って。 せめてね、朝昇流ぐらいに変えないと、ね、ダメですね。それで、あの、内容も一部改訂して、令和を全部新しくするような形でもう一度作り直そうということになったんですで。実際にアメリカでセミナーを行って、その様子をテレビで撮影して、それを DVD にして、新しいバージョンで皆さんに学んでいただける。これもハーベスタイムが 弟子訓練にウェイトを移しつつあるという一つの実践の現れです。会場になったのがアメリカのカリフォルニア州サンフラン、ごめんなさい、ロサンゼルスのちょっと北にあるノースリッジというところ。ここはね、昔、あの、阪神大震災の前に大地震があったところです。ノースリッジのチャーチエブリデイという韓国系の教会ですね。チャーチエブリデイという毎日教会だね。 毎日教会が活発に動いてるって感じだね。この教会はね、昨年ね、ハーベスタイムに感謝状を下さったんです。そして機材をプレゼントしてくださいました。私がお招きを受けて訪問しまして、日曜礼拝の中で感謝状を手渡してくださったんです。私は感動しましたよ。あの、別に皮肉言うんじゃないけど、日系人の教会からは感謝状は もらってないのに、これ皮肉じゃないよ。あの、いかにね、韓国系の教会からいただいたことが僕にとっては衝撃だったかって話をしてる。で、内容がね、長年にわたって、あの、テレビを使った伝道のために努力してこられて、私たちはとても恵まれてる。祝福されましたと。感謝しました。なぜ私たちにやってくださるんですかって。この教会はね、自分たちが出て行って、 異文化の中で伝道するよりはすでにそこでやってる人たちを応援するそれが一番いいんだというスタンスでやってる教会なんですよく理解できましたでハバスタイムの戦いについてもよく理解してくださいましたとても心が励まされましたでね建物を見せていただいたんですね証も聞きました 9, 9年間でね設立して9年9年前に開拓伝道した今3,000人いるんです でもね、7割が展開者だそうです。3割が新しく救われた人。なぜ7割の人がそこに来るのか。それは、そこに命あるメッセージと愛の交わりがあるからですよ。だから、引きつけられてくる、そこへね。開拓伝導した時は建物がなかったそうです。そして徐々に大きくなり、ある学校を借りて集会するようになった。しかし条例で学校が使えなくなった。 その次に、ある教会が空いてるから空いてる時間に貸してくださいって言いに行った。いいよって日曜日と水曜日ある時間借りる。で、一月8000ドルだって言われたんですって。8000ドルって80万円だよ。2日間ちょっと借りるだけで。最初ね、怒ったそうですよ。で、あなたはね、開拓伝導した経験があるんですかって。そんなお金がどこにあるんですかこの開拓伝導してる教会に。もっと安くしてください。わかりました。考えましょう。言って。 次はね、4800ドルって言ったそうです。50万ぐらいです。それでも高いよね。でもね、分かりましたって受けたそうです。で、教会がどんどん大きくなってきても入りきれなくなって。で、これじゃもう物理的に無理だっていうんで、信徒の人たちにみんな祈ろうって言って、神様にネヘミヤを送ってくださいって、まあ、ネヘミヤって言うとね、建築で有名な人ですよ。旧約聖書で。神様、ネヘミヤを送ってください。ただ、 最初はその人がネヘミヤだとは分からなかったそうです。その人が来て、先生、あそこは売りに出てるから買いましょう。あの、サーキットシティというね、日本でいうと山田電機とかね、あの野島とかね、ああいう量販店ですよ。そこがうまくいかなくなって、建物は売りに出てる。冗談でしょうって先生は最初言ったそうです。お金がどこにあるのって断った。 またしばらくしたら先生売りに出てるから買いましょう。3回目に来た時にこれで断ったら彼はもうこの教会からいなくなるだろうと思って。じゃあ祈ってみんなに聞いてみようって言うんで、みんなに名前は書かなくてもいいからイエスかノーかだけ書きなさい買うかどうか。その先生はね、僕は買いたくなかったんだ。買いたくなかった。買いたくなかった。それだってお金ないもん。ね。 でね、あるサイズと、ある広さと、こう言って、神様祈りましょうって祈ったらしいですよね。そしたら、教会員がね、無記名なんだけども、数名の人がノーって書いたんだけど、他全員イエスなんだって。先生、買いたくない、買いたくない。ある時祈ってたらね、街道建築になるとね、信徒たちかわいそうだな。みんないい車に乗って、家住んでるけど、ローン抱えてね、これ以上ね、また献金のアピールして、かわいそうだなと。 そしてね、思ったそうです。そうだ、神様、ただでください。僕もさっきただで言ったでそれで, <laughs> で、神道の人たち、皆さん、3番目の項目ね、場所、広さ以外に、ただでくださいと言りましょう。って言ったそうです。で、それがね、本当にただで手に入ったというんです。どうやってただで手に入ったかというと、付属施設にね、レストランとかいろんなテナントに貸してるんですよ。それ全部買って、テナントが払う、 家賃を全部もらったら銀行に返すローンが全部返せるぐらいの額で結果としてタダだったって言うんですそれでね3,000人9年間でまあ神様は生きてらっしゃるねノースリッジだから生きてると思う東京でも生きてらっしゃる神様は結局ね神様にお仕えするっていうのはこういうことなんだよね 自分たちにできることは全部するんだけど、人間の考えをはるかに超えたところで何かが起こるっていうことね。それをね、非常に強く感じましたね。そしてその牧師さんがね、元ビジネスマンで、ね、僕が見てきたどんな韓国系教会とも違う。何が違うかというと、ものすごくリラックスしてる。キャジュアル。 で言ったんですね。先生、僕が知ってる韓国協会のリーダーと違いますね。って言ったら彼は、福音に関しては私は全く妥協しない。けれども、スタイルに関しては自由です。だから、これをキャジュアル伝道と呼んでます。私。キャジュアルっていうのはね、あの、平服で動き回る。普通にね、日常的にやるということですね。それはね、とても気に入りましたね。うん。そして、彼はこう言いました。今、 もう狭くなってるそうです、そこが。だって一日に4回礼拝してんだもん。3000人だから。ねで、僕にこう言いましたよ。先生ね、これだけのマンパワー、これだけの人、これだけの人間の力を私は神様にどのようにお返しすればいいのか、それだけです。神の国のために、神様のためにどうやってお返しするのか。 神様が私たちにこんなによくしてくださった。だから私たちもお返しをしたい。それが私たちの願いです。そんな教会なんです。さあ、そこでその感謝状をいただいたときに来年成長セミナーを考えてんだけど、ここを会場に使わせてくれますかってお願いしたんです。ちょうど広さこれぐらいです。 ちょうどこれぐらいなんです。いいですよ、おっしゃいました。そこは元メキシカンレストランです。メキシカンレストランを韓国系のクリスチャンが買って、日本のハーベスタイムがそこでセミナーを開いたんです。面白いじゃないですか。日本語ができる在米の日本人クリスチャンがおよそ100名以上来てくださいました。そのセミナーに。 最初私たちは建物をお借りするだけだと思っていたんです。それでも感謝です。初日金曜日の夜着きましたら夕方、福牧師の高先生という人が迎えてくださいましたが、T シャツを着てるんです。胸にハーベストタイムのロゴマークが入ってるんです。後ろを見ると大きなオリジナルデザインで日本の国旗とハーベストタイムと十字架をあしらって2008年ハーベストセミナーって書いてあるんです。 そのセミナーのためのオリジナル T シャツを教会員のプロのデザイナーがデザインして参加者全員にプレゼントです。もう感動しました、そこで。そして、集会が始まる前にまあ夜のね、それは6時か、6時半から始まったかな。昼食を食べない、夕食食べないで来る人もいるだろうから、ちょっと重めのリフレッシュメントを用意しました。リフレッシュメントっていうのはコーヒーとか、 紅茶とか果物とか、まあ、ちょっとしたものですね。見たらサンドイッチとかいろんなものがあるんです。着いた人たちがもうすでに食べてるのね。そこで、ニコニコしながら。全部タダです、これ。提供してくださったんです。まあ、そこで本当に僕はね、このセミナーの成功を確信しましたよ。だってそういうものがあると嬉しいよね。ニコニコしてんだもん。安倍さスタイもそれができたら嬉しいけどね。<laughs> 入ってこられた時にそこにコーヒーやお茶が置いてあってね、自由に皆さん飲んでくださいって。ほら、相当厳しいわね。僕らがやるにはね。そして、セミナーが始まったですよ。最初の日のセミナー。2台のカメラで、1台をハーベスタイムから持っていった、いいカメラを。あとは、向こうが提供してくださったカメラマン、音声、全部プロのスタッフがいるんです、教会員 その人たちがへばりついて全部撮ってくれた。そしてビデオテープまで全部提供してくれた。さあ、二日目です。土曜日。土曜日はね、一日のフルのスケジュール。朝着いたら何が用意されてんのリフレッシュメントですよ。もう感動ですよ。お昼になりました。今日は特製ビビンバです。なんだろう、特製ビビンバ。お昼の日さ、 ついてきてくださいってずっと行くでしょ。そうするとね、そこはね、クッキングするチームがいるんです。プロのシェフがいて、その人を中心に10人ぐらいが動いてるんです。日曜日のお昼はね、2000人ぐらいに食事を出してるそうです。すごいよ。で、僕ら全員ね、用意されたところに案内されて、バイキング形式で韓国料理見たこともないようなね、もう様々なものをいただいて、メインがビビンバで。 ままで乗ってましたよもうねその頃になるとみんな放心状態ですねほぼね <laughs> 参加者たちはだってすごいよし,しかもね僕がセミナーで語ってる間後ろで鳥なしの祈りをしているチームがいるんですで一番感動したのはね奉仕してる人たちが ニコニコして喜んで楽しくてしょうがないっていう顔してやってるんです。まあしょうがないか。日本人のためにやんなきゃいけないって一人もいない。で、こういうね、あの、受けてばっかりでしょ。皆さんね、受けるということも恵みがいるね。もう喜んで受けるってことすごく大事だよね。だから参加者のアメリカの人たちはその辺上手だね。 もう日本人だったら感激してこんなにしていただいてとてもこれは食べられませんってきっと言う人が出るかもしれないね。で、彼らにね、ありがとうありがとうって言うと彼らがね、いえいえ私たちこそこういう機会を与えてくださってありがとうございますっておっしゃるんです。まあ、こういう機会が嬉しいんだったら何ぼでもあげますよって言おうとしたけど、いや、本当にね、 違うよね。僕、あんなクリスチャン見た初めてだよ。一人二人じゃないの。全部がそうなの。そして、いよいよ三日目ですよ。三日目午後三時から着くと、何が用意されてるのもう定番ですよ。その日の夕食はすごいよ。バーベキューだよ。あの、ビーフと、味噌漬けのポークと、普通のポークと、イカと、サンマまであった。 それをメインのグリルで焼いて、あとはいつものように韓国料理のバイキングですよ。まあね、あまりにも感動が大きくて、で日本人の中で韓国語で賛美できる人がいて、歌い始めて、歌わせてください。大合唱です。最後は肩を組んで、両方が日本人と韓国人のクリスチャン、肩を組んで涙流していながら神様を賛美してるんですね。だから、この セミナーに出た人たちは、セミナーの内容を学んだと同時に、今度はクリスチャンとして愛の奉仕をするっていうのがどういうことかを学んで、私は生涯忘れない、このセミナーは。みんなそうだと思います。牧師たちも何人か参加してましたが、本当はこうなんだよね、クリスチャンは、とうなずきながら言っていました。私はその時に、 イエス様は言われたね。使えられるよりは使えるものになりなさい。あなた方の中で偉くなりたいと思うならば使えるものになりなさい。難しそうな顔してじゃなくて喜んでね、ああ、私にこういうチャンスを与えてくださりありがとう。教会でね、姉妹、ちょっとこれやってくれないか。いや、先生、嬉しい。私にチャンスを与えてくださりって言ってますか また私に言うの <laughs> この頃相当詰まってきてるんだよね。もう怒り爆発寸前ですよっていう顔してやってたら恵まれないよね。うん、教えられた。3番目に行きましょう。あついでにもう一つ言うわ。そのセミナーの内容を見ていて、その江先生という人が、中川先生、これ韓国語に翻訳しましょうって言いました。 僕の4巻の小説も見て、これ韓国語に翻訳したらどうですかねって言ってくれました。まあ、スタッフがいるからね、驚く間にあっという間に韓国語になるかもしれないですね。こっからね、何か新しいことが動き始めるかもしれない。すごく嬉しいです。さあ、3番目です。逆転の発想。3番目は、 恵みという祝福。恵みという祝福。ローマ人の手紙の4章、3節から8節までご一緒に読みましょう。はい。聖書は何と言っていますかそれでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みではなくて、当然支払うべきものとみなされます。 何の働きもないものが、不経験なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ダビデもまた、行いとは別の道で、神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。はい、そこまでにしておきましょう。3番目は、 報酬ではなく恵みという祝福です。ここはパウロが旧約聖書のアブラハムという人物を例に挙げて神の前に義とされるのは報酬ではなくて信仰により恵みによるんだということを解説している聖書の中では最も大切な教えの部分です。先ほど申し上げたように アメリカから帰りまして、翌日、早稲田大学に行きまして、東郷勝明先生をインタビューいたしました。元 NHK 英語会話でよく知られた先生です。1972年から13年間担当されたそうです。ちなみに皆さんの中で東郷先生の英語会話を聞いた記憶がある方、ちょっと手を挙げてください。どれくらいいますかはい。やっぱりね、いらっしゃいますね。 この先生ね、かつては猛烈人間だったそうです。クリスチャンになる前は。どれぐらい猛烈人間かというと、この間、あるところでですね、講演会をしたそうです。まあ、東京都のどっかの区で、区の教育委員会から招かれてね、英語教育に関する話をしたそうです。話し終わってから、一人の人が、はい、質問がありますってこと、 手を挙げたそうです。私は先生から教わったことがある教え子です。よく知ってる先生。昔の先生はそんなに優しくなかった。ものすごい怖かった。なぜそんなに優しくなられたんですかという質問をしたら会場がドッと笑ったそうです。そこで先生はたった一言。僕は洗礼を受けてクリスチャンになったんです。 だから優しくなりましたと答えたそうです。そうすると笑っていた人たちがシーンとなって、で、司会者が慌てて、では次の質問と言っていったそうです。先生がクリスチャンになってからね、最初に変化を認識したのは猫だそうです。先生が家に帰るとね、テレビを見ていた家族もピリピリして、パパが帰ってきたって言うんで、テレビを消してね、で、 猫とか犬も飼ってるそうですけどもなんか殺気を感じるんでしょう、ね、<laughs> こう静かにこう逃げていったそうですねとある時クリスチャンになってからしばらくしてね今でくつろいでたらその猫がねパーッと近づいてきて先生の膝の上に座ってこうやって眠り始めたそうですそれを見たお嬢さんが猫がパパの膝の上に乗った パパも本当に変わってきたんかねって言ったそうですよ。だから猫の証で自分が変わったということを教えられたなんかわかるような気がするね。それぐらいね、猛烈人間だ。どうしてかというとね、彼は兵庫県の片田舎の出身だそうです。お父さんが用品店を経営していた。そして当時は中流軍というのはいたでしょ戦後数の頃で。お父さんが英語で話しているのを見てすごく憧れて。で 英会話に興味を持った。その頃からね。お父さんが17歳でガンで亡くなったんです。その時に彼を呼んで最後にこう言ったそうです。勝明、お前、出世しろよ。重い言葉だよね。お前、出世しろよ。 お父さん出世ってどういうことだ金持ちになることか地位が上がることか有名になることかそれには答えないでお父さんは亡くなったそうです。彼は英語に興味を持っていた。お父さんから出世資料と言われた。だから必死で行き始めたそうです。二浪して早稲田大学に入る。そして大学院行く。アメリカとイギリスに3回留学をする。 そして早稲田大学の教団に立つ NHK の仕事も入ってくる全部が順調にいっている中で実はお嬢さんが不登校の問題を起こすそれから奥様がくも膜下出血で倒れて12時間の手術を受ける今おじ奥様元気ですよ。ご自身も 50代の半ばで教授会のところで発表していたら突如倒れたそうです。そして病院に運び込まれた。復興内出血。お腹の中に出血がある。2リッターほどお腹の中で出血したそうです。調べて即手術で。手術しようとしたら直前にちょっと待って、血が止まった。不思議だ。止まった。お医者さんが首をかしげてる。 まあその血はやがてね肝臓と腎臓で分解されて焼水となって外に出ていって健康体になるわけですねちょうど倒れたのが誕生日だったそうです先生とんでもない誕生日になりますだっ,ったら叱られたそうです東郷さんなんてこと言うんだあなたはね死んでてもおかしくないんだその命をプレゼントされたんだよあなたはその病院にまだ入院している時に 牧師がやってきて、そして、東郷さん、詩篇23三篇読もうって言って、枕辺でペットのそばで読んでくれたそうです。彼はその時まで詩篇23三篇が何であるかも知らなかった。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに、 弔われます。不思議な平安が心に満ちてきたそうです。四節に行くと、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの虫とあなたの杖、それが私の慰めです。ここに来た時に涙がどっと溢れて彼は声を聞いたそうです。 その声は、そのままでいいんだよという声だったそうです。彼はそれまでの生き方は、やってもやっても何かに追いかけられているような感じ。とにかく人よりも先に出なきゃいけない。しかし、そのままでいいんだよ。 という声を聞いたときに涙が溢れて肩から重荷が取れたそうです。今までは負の力、マイナスの力で生きていた。それは怒りであったりね。それは負けてなるもんかという思いであったり、あるいはあのお父さんの出世しろよという言葉であったり、マイナスのエネルギーで生きてきた。マイナスのエネルギーで生きると必ずどこかで破綻が来ます。その彼が 自然に来ていいんだということがわかるようになった。そしてね、その日、明らかに何かが起こった。目を上げてみるとね、景色が違うんだって。何を恐れたのか自分は。何にも恐れる必要はないんだということが分かった時に、外か、肩から鉛の塊が取り除かれたような感じになった。そしてその体験は、 自分は生きている。生きる。という言葉から、実は、生かされている。という言葉への転換ですよ。これが多かった。私は生かされているんだ。そして彼は、それから1年ぐらい後に洗礼を受けてクリスチャンになるんですね。今でもね、賛美歌を歌ってると、 ある歌詞をこう歌った瞬間にね、涙がボロボロ出てね、もうそれ以上歌えなくなることがあるんだって。先生はそういう経験昔あったんですが、全くありませんって言ってました。まあ、あの、皆さんね、クリシアンになると一つ申し上げておきたいのはティッシュの消費量が増えますからね。ティッシュペーパー涙を拭くティッシュペーパー。わかります私、よく気持ち。そしてこうおっしゃいました。 講演していてもね、ある箇所に来ると投げてきてそれ以上話せなくなることがある。YMCA で講演していたときにお母さんたちを前にね、子供の教育の話をしていたときに、タラントの話、賜物だよね。前よりか能力だよね。お母さんね、一人一人子供のタラントは違うんだよ。で、例としてね、瓦をね、いくら磨いても鏡にはならないの。 瓦をいくら磨いても鏡にはならないのだけど瓦でなければならないところがあるんだよって言った瞬間に涙がボーッと出てもう話できなくなったっていうんですねまあねこの先生本当に救われてるよ、まあ、この頃ねこういうふうにクリアカットに明確にね変化を体験する クリスチャンが少なくなってきてるなという感じがしてたんで、私は本当にね、感動して、爽快な感じがしましたよ。最後に、この質問した。先生にとって、キリストの十字架というのは何ですかって聞いたら、先生がしばらく考えて、ちょっと俗っぽい言い方だけど、それは、小切手の裏書きのようなもんだ。小切手の裏書き。それはね、小切ってもらった。そのままで。 いいよって書いてある。あるいは、あなたの欲しい額はいくらでも入れなさいって書いてある。本当かなと思うじゃない。そんないい話あんのかな。裏を見るじゃない。そうするとね、裏書きをしてある。裏書きっていうのは、私が認めましたよ。それがあると銀行お金を出してくれるんです。裏返したら、イエス・キリストの十字架の愛という裏書きがある。 これがあるからそのままでいいんだという言葉は真実でありその言葉に従っていった時に私は変えられていくということが信じてあることがわかるこれ本物だよね本物だよこの先生の番組が7月2週にわたって紹介されます爽快な気持ちでその日家に帰ってきました それは報酬というのは働いた結果いただく給料であって当然のことなんです世の中の宗教は全部当然の世界です世の中の宗教が教える救いというのは報酬の領域ですこ行すればこ行なるキリスト教の救いは恵みです報酬ではなく恵みですそれはまさに 聖書に特徴的な逆転の発想です。今日、三つ言いました。第一番目は、受けるより与える方が幸いだ。二つ目は、使えられるよりは使える方が幸いだ。三つ目は、働いて自分の力で獲得するよりは、信仰により恵みによって許され、義とされる人が幸いだ。 逆転の発想ですこの3つのポイントのどこかで今日神様が一人一人の頃に語ってらっしゃると私は信じます私も今神様から教えていただいた与える祝福使える祝福恵みという祝福これを演奏できる自分の人生という音楽に演奏できるクリスチャンになりたいなと思います。 今月も神様が一人一人を祝福されますように今イエス・キリストの皆によってあなたを祝福して生活の場に派遣します。アーメンお祈りしましょう天の父なる神様今日私たちにそのままでいいよと声をかけてくださり ありがとうございました。十字架の裏書きがあるがゆえに、あなたの約束がキリストにあってすべてアーメンであることを感謝をいたします。私たちは今そのあなたに祝福され、あなたによって生かされています。どうぞ、逆転の発想に生き、あなたが用意された祝福をすべて この地上障害で味わうことができるクリスチャンと変えてください。今、私たち一人一人は地上の様々なことのゆえに束縛され、また限界を感じておりました。今もう一度、キリストにあって解放され、新しい自由の世界に踏み出すことができますように。またこの中にまだイエスキリストを救い主として受け入れてない方へ、 キリストの救いをまだ疑問視しているクリスチャンがいるなら今、はっきりとした救いを与えてください。そのままでいいんだよ。私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげようと声をかけてください。イエスキリストの皆によって祝福して祈ります。アーメン。ご一緒に祈りましょう。どうぞあなたの祈りを今下げてください。 メッセージステーションをお聞きくださりありがとうございます。このメッセージのアウトライン、聖書研究ツールは、ハーベストタイムのホームページ、www.harvesttime.tv にございます。また、最新情報をメールマガジンでお届けしています。ホームページでメールマガジンにご登録ください。